約1年経った今では灰色が混ざったような深い青緑色に変化しました。中にどれくらいのペンが入るのかを試していきます。今日はコバルトレザーワークスさんのボート2というペンケースを紹介していきます。コバルトレザーワークスは2010年に立ち上げられた革製品のブランドです。経年と不変をコンセプトに、一人の職人さんが全ての工程を手作業により製作していて、バッグやお財布、リングプランナーなど数多くの商品をラインナップされています。今回紹介するペンケースもそうなんですけれども、どのアイテムも最高級のイタリアンレザーがふんだんに使用されているので、使っていくごとに経年変化を楽しむことができます。時が経つごとに移りゆく表情と時の流れに左右されないデザインが楽しめるようにという願いが込められた素敵なペンケースについて詳しく見ていきましょう。まずはデザインから見ていきます。ボート2という名前の通り、ボートのようなゆったりとしたユニークでありながらもどこか安心感を感じられるような造形になっています。自分もネットで画像を見た時にこのデザインに一目惚れをして購入を決めました。外装にはプエブロ加工を施した上質なイタリアンレザーが全面に使用されています。プエブロレザーは初めは毛羽立ったような独特な雰囲気があるのが特徴ですが、革の経年変化が早いので数ヶ月使っただけでもツヤが出て深い色に変化していきます。自分が持っているボート2はペトロリオという鮮やかな青緑色で、購入当初はツヤのないマットな見た目でした。ですが購入から約1年経った今では灰色が混ざったような深い青緑色に変化しました。特に光を当ててみると反射しているのが分かりやすいと思います。コバルトレザーワークスさんの革製品はカラーオーダーをすることも可能なので、定番色のネイビー、プルーニャ、ペトロリオ、レッドブラウンの4色の他にもカラーの在庫が残っていればオーダーして製作していただくことが可能です。ちなみに今引っ張っているペンケースの鹿紐も革でできているので、経年変化で程よく慣れていきます。鹿紐は肌触りはとてもいいんですが、使っているとほつれてきてしまうっていうことがあったので、使っていく上でそこだけ注意が必要だと思いました。鹿紐には真鍮が使われた金色のビーズと水色のビーズがついています。真ん中の水色のビーズは本体の革のカラーによってビーズの色も変わってくるみたいです。このビーズがアクセントになってくれているので、デザイン的にもすごくいいですよね。それでは次に内装について見ていきましょう。このペンケースは鹿紐がついているので、一見するとロールペンケースのように思われそうですが、中身は一般的なファスナーペンケースと同じような内装になっています。ペンケースを開けるときは留めていた鹿紐をぐるぐるとほどいていきます。ほどき終わったら覆いかぶさっているフラップをめくってペンを取り出すという感じです。気になっている人も多いと思うので、中にどれくらいのペンが入るのかを試していきます。まずはペンを6本入れた時、今回は全部普通くらいの太さのペンを入れていきます。ペンをしまう時もフラップを開いてガサッとしまうだけになっています。ペンをしまったらフラップを閉じて鹿紐を巻いていくんですが、ちょっとしたコツとしては、鹿紐の付け根に親指を置いて親指の上から鹿紐を巻いていくと、鹿紐が固定しやすくて動作もスムーズになります。こんな感じでペン6本は割と余裕を持ってクリアできました。続いてペンを2本追加して計8本で試していこうと思います。はい、こんな感じでペン8本もなんとか収納することができました。
6本と比べると少し皮が膨らんでいるような感じはしてしまいます。もう少しいけそうなのでさらに2本追加して計10本で試していきましょう。10本入れて巻いてみると結構きつかったです。巻くだけでも大変でしたし、スマートな見た目も失われてしまって、ぷっくりとした明らかな詰め込みすぎ感が出てしまいました。ペンケースの端っこには革紐で押さえきれなかった隙間ができてしまいました。ここの隙間からペンが滑り落ちそうで怖いので、ペン10本は入れすぎかなといった感じです。ペンだけで考えると普通ぐらいの太さのペン8本が収まりよく入るといった感じですね。それでは次にペン以外の小物を入れた場合も試していこうと思います。今回は消しゴム、定規、新ケースを入れて試していきます。ペン6本プラス小物を入れてフラップが閉まるのか試していきます。こんな感じでちょっと膨らんでいますが、まあまあ収まりよく収納できたんじゃないでしょうか。容量についてまとめると、普通ぐらいの太さのペンのみだと6本から8本、消しゴム、定規、新ケースも一緒に入れるとなるとペンは5本から6本になるという結果でした。という感じで今日はコバルトレザーワークスさんのボート2のご紹介でした。過去にこのペンケースでの筆箱の中身紹介の動画も上げているので、よければそちらもご覧ください。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、インスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。